さてどうすっかな。捕まえるしかないか、ポケモン。今4個しかないけど、モンスターボール。草むらに行って炎タイプの攻撃がそんなに効かないようなポケモン捕まえてくるか。ここなんだ。おお、モンスターボールか、傷薬か。こっちは、こっちは、そうだ、これここにあったもんな。モンスターボール、よし、5個前だ。お、ヨーテリー、ゴレベか。捕まえられればいいけど、おっとりしてればいいけど、このヨーテリーはどうだろう、おっとりしてそうかな。まあ、若干目がうつろだからおっとりしてる気もするわ。よーし、じゃあボール投げるぞ。貴重ななけなしのボールを投げる。来てくれ、頼む。性格の件はまあその後考える。その後祈るしかない、考えるっていうか。よし、いいぞいいぞいいぞ。強い相手にも勇敢に立ち向かう振り、立ち向かうが不利な戦いを避ける知能の高いポケモン。ああ、いいねいいね、社会人向きだよ。よし、じゃあちょっと性格見るよ。早速頼む、奇跡的におっとりしててくれ。勇敢だった。まあ勇敢、いい性格だとは思うけどさ。せっかち、おっとりに見えたよ、ちっちゃいツガ。どうでしょう、見ます。やんちゃだよ、やんちゃじゃダメなんですよ。気まぐれな性格、気まぐれんか。声どうなってんだこの声、こんな声出したことないぞ人生で。モンスターボールあと1個、もう使えないよこんなの、ダメだ。でもさ、ジム戦ではバオップ出してくるんだよ。でバオップは焼き尽くすで俺のツタージャを燃えかすにしてくるから、もうこうなったらツタージャのレベルをとことん上げて、もう相性の差なんてひっくり返すぐらいレベルを上げるしかないよね。というわけで修行パートに入りたいと思います。じゃあね、君たち、あのよその会社に行ってもね、いじめられないように、うちでな、ね、学んだノウハウを生かすようにね、頑張ってください。はい、でもね君ね、うちでね通用しないようじゃ、よそ行っても通用し、春になった。嘘、今の一瞬でリクルートボックスに預けてただけなのに。これ何で変わるんだっけ、奇跡じゃねえ、季節って。はい、じゃあとりあえず今ツタを14レベルなんで、まあ、16とか進化してほしいな。進化すればいけるだろう、さすがに。ちょっとレベル上げてきます。さあどんどん行こう、どんどん行こう。さらばだ、くたばるかい、ザコミ。お、レベル上がった、もう勝てるかな、15レベルなら。1レベルしか上がってないけどさ、今とりあえずさ、スタージャが15レベルに上がったから、もう一回ジムに挑んでみようかな。もしかしたら勝てるかもしれないし、まあ、負けても1体目のヨーテリーなら多分倒せるから、それでちょっとでも経験値が稼げるんだったらいいかな。っていうかね、こんなんずっとレベル上げしてたら日付が変わっちゃうんだよ。今もう23時47分。まあ、変わるな、明らかに。よーし、じゃあ、再戦だ。兄弟で一番強い俺様と遊ぼうぜ。いいよ、遊んでやるよ。どっちが遊ぶんだろうな、果たして。そのハックスどこで使ってんの、その髪型どうやってやってんの。よーし、じゃあ行こう。まあ、ヨーテリーなら楽勝でしょう。でね、作戦もちゃんと立てました、今回は。対ヨーテリーの作戦、まず成長をマックスまで積む。もうどれだけ HP がやばくても成長しまくる。それでバオップを一撃で倒せば勝てるんじゃないかな。バオップに技を出させる暇もなく、もう一撃で倒す。もうね、切られたことすら相手に悟らせないぐらいスパッと切れ味のいい鶴の口で、ね、やってまおうっていう作戦です。今更ね、奮い立てたってもう遅いんですよ。今もう3回積んだから、あと3回か。マックス6回だったよね。6回積めば多分さすがのバオップでも一撃で倒せんじゃないかな。今4回目。いけるかもしんないな。あ、やばいやばい。あとは持ちこたえられるかだな。あいつのヨーテリーの攻撃に。あと2回だろ。頼む。頼む。攻撃してくんねよ。おーし、いいぞ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 。あと1回、あと1回。あと1回でマックスだ。いけるかもしんない。絶対攻撃すんねよ。押すなよ、押すなよ、マジで。振りじゃないかんな。絶対押すなよ。やめろ。攻撃だけはすんなよ。噛みつくな。絶対噛みつくな、俺に。おーし、もう最高だ、君は。
もう家に入らないか。勧誘したいわ。ボール投げたい。で、今もうマックスまで成長したから、もうストップだからので、攻撃力は。鶴の鞭でどれぐらい効くかを。まあ多分一撃でしょうけど。よし！最高だぜ！これ勝ったんじゃないか。これバオップには、多分鶴の鞭じゃなくて体当たりの方が効くんだよね。さて、行くぞ。外すなよ。マジで。行ったれ！一撃で倒せ。やったー！最強だお前は、ツタを。いやーもうね、相性の差なんて関係ないよね。まいったぜ。もう、え、尽きた。すごい、なんか今時なあれだな、行間の使い方だな。うわーお前すげー。ポケモンリーグの決まりだ。このジムバッジを受け取ってくれ。やったー。すごい、なんかあれだね、お団子みたい。お団子みたい。昔の茶屋とかでもらえる。初めてのバッジゲットだ。お、喋る相手変わるんだ。ジムバッジは強さの証なのです。バッジを一つ持っていれば、人と交換したポケモンでもレベル20までなら命令を聞いてくれます。あとこれももらってください。お、奮い立てるか。あんまいらないな。成長持ってるし、同じなんだよね効果が。その技マシンの中身は奮い立てると言います。攻撃と得は上がるんだよね。うん、そうか。もう技マシン何回でも使えるようになったんだもんね、これぐらいから。え、僕たち一種地方ではまだ駆け出しのジムリーダーです。え、ということは、え、他のジムリーダーはもっと強いってことですよね。ふっ、頑張らないとですね。でも3人で始めるってなんかいいよね。だから誰かがさ、ちょっと下手っても励まし合えるし。はい、というわけでめでたくバッジ1個ゲットしました。まあね、相変わらず社員はいないんですけど、引き続きスタオで進んでいきたいと思います。よし行くぞ、よし行くぞ。ん、やっほー、私はマコモ。あー、マコモさんか。アラレギ博士が言ってたよね。あなたに渡すものがあるんだ。ちょっとついてきて。マスターボールくれ、マスターボール100個くれ。あなたたち一種地方のすべてのポケモンと会うんだって。え、そうなの、初耳なんだけど。あ、階段はこっちよ。はーい。私の部屋、この上なんだ。さ、上がって。え、お姉さん、いきなり部屋に上げてくれるなんて。淡い期待をしてしまうわ。すごい殺風景な部屋だな。もう一人いるし。改めて自己紹介するわね。私はマコモ、見ての通り研究家。ちなみに研究しているのはトレーナーについてなの。そうなんだな、普通に大学生かと思ったわ。で、アラルギ博士とは大学時代からの、あ、大学時代の、そうなんだね、友達でね。あなたたちの手助けを頼まれたんだ。なるほど。ということで、私からのバックアップよ。この秘伝マシンをどうぞ。居合斬りか。そうだよね、この先あの木を切り倒さないといけない場所とかあるもんね。ポケモンが覚える技には戦っていない時でも使える技があるの。秘伝技ってやつだよね。了解了解。これで細い木を切れるようになりました。ただ問題は誰に覚えさせるかなんだよな。そう、一度覚えさせるとね、忘れじいさんとかで行かないと忘れさせてもらえないんだよね。山陽シティの外れに夢の跡地って言われる場所があるんだけど、そこにいるポケモンムンナの出す夢の煙が欲しいんだ。それがあればゲームシンクといっていろんなトレーナーのレポートを集めることができるようになるの。ああ、なるほど。え、ムンナ捕まえてこいってこと？ボールくれよ。1個しか持ってないんだよ俺。危ねえ。っていうか0個になってたら積んでたってこと？やばいな、ジム1個クリアする前に季節が変わっちまったよ。さて、居合斬り使うぞ。行け、ツタオ。結局ツタオに覚えさせるっていうね。まあツタオが覚える技は秘伝技でもツタオに覚えさせた方がいいもんな。あ、マサも不思議なポケモンを探すの。不思議なポケモン？ミュウ？それにしても夢を見せるってどんな仕組みなんだろうね。あ、ムンナのことね。なんかすげえ、なんか元彼ずらしちゃったムンナの。あ、ムンナのことね。ねえねえ、なんだか壁の向こうから物音聞こえなかった。聞こえた気がする。ちょ、ちょんぴんみたいな。行ってみようよ、オッケー。なんで俺を盾にするの？あ、ムンナじゃん。ちょっと待って、今さ、左上の方にモンスターボール見えたよね。今ちょっと見切れてるけど、わかる？今影があるんだけど、左上に。あれ欲しい。お、ムンナミッケ出たな。プラズマ弾だっけ。ほらほら、夢の煙を出せ。うん、
もっと高い声かな。ムーン。ちょっと、あなたたち誰？何してるの？私たちのことか。私たちプラズマ団はおかしな人々じゃねえ、愚かな人々からポケモンを解放するため日夜戦っているのだ。なるほど、プラズマ団何をしているのか。ムンナやムシアーナというポケモン、夢の煙という不思議なガスを出していろんなポケモンに夢を見せるそうじゃない。それを使い人々がポケモンを手放したくなる、そんな夢を見せて人の心を操るのよ。なんかそんな話あったな。なんかポケモンを手放したくなるじゃないけどさ、アニメであったよね、スリープがさ夢を見せていろんな子供たちに自分をポケモンだと錯覚させる話。あれ怖かったんだよな。ほら夢の煙を出せ、夢の煙を出させるためにポケモン蹴ってんの、それそれはやばいよ。いや俺もどうやって出すのかすごい、さっきむしり取るみたいな話したからさ、人のこと言えないけどひどいよそれは。だけど戦う理由はあなたたちと違ってポケモンを自由にするため。そして私たちがポケモンを自由にするとは、勝負に勝ち力ずくでポケモンを奪うこと。というわけでお前たちのポケモン、私たちが救い出してやる。いやそんなことされたらもう本当に俺もただのピクニック好きの人だよ。ポケモンなくなっちゃうんだから。助けてマサ、全部俺なの？普通こういうのってさ、片方は私片方はマサがみたいな感じだと思ったのに。なんか BGM かわいいね、ミネズミか。言っとくけどうちのツタオはね、くぐっている修羅場の数が違うんだぜ。目じゃないぜ。あともう一人とも戦うのかな、これグラスミキサー。超かっこいい。なんだっけグラスミキサーって、変化技草65、強い、特殊か。いやー明らかに鶴の鞭はいらないな。そうなるとその代わり PP が10になってまった。まあいっか。ちょっと早くグラスミキサー見たいぞ。あーこいつとも戦うのか。ベル何やってんで、ずっと見てんのか。そうだよね、いけ。おー風起こし草版みたいな、思ったよりだったな。いいねいいね。でもこれは悪夢ね。何ちょっとうまいこと言ってんだよ。まさか二人して負けるとはな。だが夢の煙は手に入れないといけない。それしぶといやつだな。ほら夢の煙出せ、やめてあげてよ。ベルもなんかやってあげてよ。 お前たち何を遊んでいるのだ。うお服違うの。芸術、我々プラズマ団は愚かな人間とポケモンを切り離すのだぞ。その役目を果たせないというのなら、これは仲間を集めるとき演説で人を騙して操ろうとするときの芸術様じゃないわ。ああ作戦に失敗したとき、そして処罰を下さるときの芸術様。とにかく今すぐ謝って許してもらいましょう。逃げちゃったよ。これどういうこと。ああすごいな、口から蝶みたいに飛び出してる。むにゃー今のって何。あのゲーティスって人あちこちにいたし本物じゃないよね。もしかして夢、こいつが見せたってことか。お待ちきれなくて来ちゃったって。虫穴虫穴むに二人で行っちゃった。何があったの。あ、マコモさん、あのですね、ムンナがいて、でもプラズマ団がムンナを、で、虫穴が来て、なんだか夢を見せたのかな。そしたらプラズマ団が、そう、説明うますぎだろう、あの文章量で。虫穴はね、ムンナが進化したポケモンなの。で、仲間のムンナのピンチを知って、夢を現実にする力で、あー、なるほどね、超強い力じゃん、それ。あ、これが夢のかけら？夢の煙か。これで私の研究が完成するわ、やったぜ。後で私の家に来てね、オッケー。ふえー、なんだかすごくドタバタしちゃったね。俺だけだよ、ドタバタしてたのは。マサはマコモさんの家に行ってみたら、私はね、さっきのポケモン探すんだから。俺もムンナ欲しい。エスパータイプだったよね。ちょっとさ、なんだろう、ツタゴジは多分この先対応しきれないポケモンが出てくるだろうから、せめて相性、タイプが違うやつをゲットしておきたい。モンスターボール、やった、2個目だ。よしよし、どうする、ここでムンナ出てきたら捕まえてみるか。いやでもやめた方がいいな。あれここだっけ。モンスターボールは足りてるかい。
スーパーボール？え、ありがとう。マジか。え、なに？一町に一人はいるわけ？こういう人が。アドバイスとしてはできるだけいいボールを使った方がポケモン捕まえやすいね。最高だよ。本当にありがとう。ということはこの家じゃないな。やっほー。じゃじゃーん。あなたのおかげで夢の煙が手に入っていろんなトレーナーのレポートを集められるようになったわ。本当にありがとうね。感謝の気持ちとして C ギア。C ギアとは赤外線や無線 Wi-Fi などすごいメタ発言だな。通信に関係するデバイスよ。調査すれ違っ今さ、このポケモン俺持ってさ、会社行って途中で誰かブラックやってる人とすれ違えたらヤバくない？怖くない？もはやそれは。お、なんかある。スピーダー。スピーダーね。ちょっと家一軒一軒回るか。 あったあったあった。あるんですよね、こういうところに。スーパーボール。あ、もう最高だよこの街は。山陽シティに移して戸籍。じゃあ行きましょう。3番道路。ようやく冒険らしくなってきたな。双子ちゃんか。どうする？ここ？あ、育て屋？育て屋か。じゃあ左に行こうか。ああ、そうだ、ダブルバトルが始まる。え、ポケモン1匹だけなの？それでもトレーナーですか？うるせえよ。それじゃ危ないから先に進んじゃダメです。え、嘘？そういうこと？積んだんじゃないこれ。ちょっと待って、ボール。ボール4つしかないんだけど。え、どうすんのこれ。あと4つで性格一致しなかったら終わったんじゃないこの縛りプレイ。マジ1個で。え、ベルのポケモンおっとりしてない？ほんとお金めっちゃ払うからさ、くれない？マイキー。え、うわぁ、やべ。止める？止めた方がいいよな。今止めないと多分こいつ圧迫面接で相手殺しちゃう。止める。嘘、もうできないの？こんなことあんの？